第2回東宝 M1 グランプリが待望のアニメ化。エントリーナンバー178番、定例戦。くっ、ファイトー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 。何の遊びよこれ。エントリーナンバー8556番、ほうらいてるよ。あと写真とかちゃんと貼ってます？写真はバッチリ貼ってますよ。ああ、そうですか。この間撮りに行きましたよ。ああ、いいじゃないですか。ゲーセンにプリクラ。ねえ、大丈夫大丈夫、3人写ってる。なんで3人なの？他2人誰です？テイとレーゼンとエイリン。あなた写ってないじゃん。関係ないじゃん。私はやっぱダメか。ダメよそんなの。32分割は超小さくない？エントリーナンバー3180番、パチュミリン。キックパンチターンのチョップマリサ、キックパンチターンチョップマリサ、キリサメマリサ大好き、キリサメマリサ大好き。はいやー、タタ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 。あらあらあら、パチュリン様、お客にお茶を出せるかしら。毒キノコのお茶を入れる、毒キノコのお茶を入れる、そのお茶を試飲してみる。そのお茶を信じて死ぬわ。こぼした。エントリーナンバー8901番、ヤクモチェン。はい、東方なんでも Q&A です。ダン様。何？こいつさっきのやつと一緒ですよ。なんて言ってんの今度は。キティちゃんはどこの事務所なんですかって。ハローキティだけにハロープロジェクトなんて言ってますよ。なんだこの、バカじゃないのこいつは。バカですよこいつは。言ってやりなさいよ。言ってやりますよ。イエローキャブだよ。イエローキャブだよ。イエローキャブです。はい、キティちゃんってイエローキャブだったんですか。ん、そんなナイスバディじゃないと思うんですけど。100ある。 100、 100? うん、頭がね。頭。オリジナル版第2回東宝 M1 グランプリも同時収録。9233組の頂点に立つのは、優勝賞品人間の里10万石を手にするのは、全ては今大会で明かされる。東宝 M1 グランプリ世間